鬼門リバプール遠藤航が試合中に見せた激鬼プレス、このプレーはありはなし。これで見たら相手がボール足元に入りすぎてドリブルミスしただけだってはっきりわかるよ。本スレでもこれ貼られてアホな論争終わった。どっちでも本当いいけど2人目の後ろから遠藤の右足先が入ってボール触ってるって言われたらそうかもね。遠藤がコース限定しててそれが速攻したことが大事だろ。とりあえず最初に左足でボールへとつま先を伸ばしたタイミングしかもその後、さらに右のつま先でも触れてる可能性もある。この技術はすごいよマジで。もうファウルもできないラストプレー。幕張にこぼれ球を取ってくれ、みたいなプレスこれ以上ないファインプレー。仮に触れてなくても遠藤がいたから自由にボールタッチできなくて限定して横方向にそれて乱れたし。幕張スターも遠藤が寄せるの信じてそっちにポジション取った再現性のあるコンビプレー。遠藤が14番に足かけてるし、うまく足絡めればファウル取れてたし、そのまま単純にクリアしてもよかったし。守備は結果、得点も結果につながるプレーしたことが大事だから、遠藤を割と使うが正解だ。ご視聴ありがとうございます。ぜひコメントよろしくお願いします。